はい、どうも、西尾ゲームスの西尾です。今回は、プログラミングを題材にしたボードゲームを作ったので、その対戦風景を紹介したいと思います。今回、ボードゲームを対戦していくのは、こちらの立川さんです。自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。よすが結婚相談所、所長の立川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フラグ配置フェーズです。じゃあ、まず、ここに置きますね。ここに置きますね。任意の1個のフラグをゲームから取り除く。僕はアッドフラグ。このコマンドカード以外の任意のコマンドカードの末尾にフラグを追加する。ここに置きます。ここに置きます。僕はムーブフラグ。任意の1個のフラグを別のコマンドカードの末尾へ移動する。これかな？ここに置きます。任意の1人のプレイヤーのライフを1減らす。はい、ここに置きます。どちらにしようかな？じゃあまあ、リムーブフラグに置いておきますね。ここからがこのゲームの本編であるところのプログラム実行フェーズです。まずこのカードの場合、赤のフラグ、ボブのフラグが先頭に立っているので、僕がこのコマンドを実行するかどうかを決めることができます。任意の1人のプレイヤーのライフを1減らすを実行して、立川さんのライフを1削ります。はい。この青のフラグが立っているので、立川さんがこのコマンドを発動するかどうかを決めることができます。発動してライフを1減らします。はい。ライフを1減らしました。このカードに載っている全てのフラグが実行し終わったので、このカーソルは次のカードに移動します。フラグを取り除く効果を発動して、はい。このフラグを取り除きます。はい、取り除かれました。はい、このカードは、このコマンドカード以外の任意のコマンドカードの末尾にフラグを追加するというカードです。まず赤のフラグが立っているので僕が発動するんですけれども、じゃあここに置きますね。ダメージの量を増やします。次のターンで2減りますけど、まだ2減るだけなので耐えられるんですよ。うん、なので、よりフラグを多く取り除こうと思うんで、僕はここに置きます。この任意の1個のフラグを別のコマンドカードの末尾に移動する。じゃあこの立川さんが追加したこのリモフラグのカードを僕のカードに移動します。はい、ここに戻します。カーソルはここに戻ってきます。まず僕は発動します。で、立川さんは発動する。で、僕はもう一回これを。で、次のカードに進みます。はい、このフラグを取り除きます。で、一つ目のフラグが実行されました。二つ目のフラグでもう一回実行できる、うん。こいつを取り除いてしまいます。うんうん。ここに追加します。うんうん。で、移動します。まずこのフラグを、ここに移動しますね、うん。はい。今度は、このフラグを、ここに持っていきます。はい。カーソルは先頭に戻ってきます。で、僕のヒットポイントを1減らす。ここで、まず一つ目のチップで、一つ目のフラグでどのフラグを取り除きますか？はい、このフラグを取り除きます。除きます。で、二つ目のフラグでどのフラグを取り除きますか？こいつを取り除きますね。はい。僕のチップが全部なくなったので、僕の負けです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回一番使うカードの少ないレベル1のゲームをプレイしました。この動画ではゲームルールの解説はカットしたんですけれども、解説付きの動画をすぐアップロードする予定なので、興味がある人はそちらも見てください。あと、レベル2の対戦動画も近々公開します。この動画が面白かった人は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。西尾ゲームズの西尾でした。